アンゼルム・ホイエル・バッハは、ドイツの画家。19世紀ドイツの絵画界で新古典主義の画家たちを、牽引した。トマクチュール、アンゼルム・ホイエル・バッハの肖像フランチェスカとパオロ、プラトンの共演、ナンナ・ホイエル・バッハは、考古学者、ヨーゼフ・アンゼルム・ホイエル・バッハの息子として、シュパイアーに生まれた。祖父は、法律学者のアンゼルム・ホイエル・バッハ。彼の成果は現在小さな博物館になっている。 1845年から1848年にかけてデュッセルドルフ美術アカデミーに通い、ヨハン・ビルヘルム・シルマー、フリードリッヒ・ビルヘルム・フォン・シャドー、カール・フェルディナンド・ゾーンから教えを受けた。その後、ミュンヘン美術院に赴くが、1850年には他の不満を抱えた学生たちと共に、アントウェルペン王立芸術学院に移り、フスタッフ・ワッペルスの下で学んだ。 1851年にはパリに移り、1854年までトマクチュールの教え子となった。パリでは最初の傑作、酒場のハーフェズを描いた。1854年、バーデン大公フリードリヒ一世の支援によって、ベネツィアを訪れ、色彩豊かな画家たちの本流に魅せられた。この時期のフォイエルバッハの作品からは、彼が熱心に、 イタリアの画家たちを研究していたことが見て取れる。ベネツィアの後、フィレンツェ、そして、ローマへと旅した。ローマには、ドイツへの束の間の帰郷を挟みながら、1873年まで、止まった。1861年、アンナ・リージと知り合い、以後4年間へのモデルとした、270。1866年には、アンナに代わり、宿屋の妻だったルチア・ブルナッチを第一のモデルとし、 ルチアをモデルにメーデーアの絵を描いた。1862年、アドルフ・フリードリヒ・ホン・シャック・ハクシャクと出会い、イタリアのオールドマスターの模写を依頼された。シャック・ハクシャクはフォイエル・バッハをアルノルト・ベックリンとハンス・フォン・マレースに引き合わせた。彼ら3人は、ドイツ芸術よりもイタリア芸術を好んだため、ドイツのローマ人として知られるようになった。1869年から1874年に、 かけて、プラトンの共演の二つのバージョンを描いた。1873年、ウィーン美術アカデミーの歴史画の教授職に任命され、ウィーンに移った。リングュトラーセに建てられた新しいアカデミーの建物の大街道に天井がキターンの没落を描いたが、それをめぐって建築家のテオフィル・ハンセンといさかいを起こした。ウィーン滞在中には、ヨハネス・ブラームスと知り合った。ブラームスは、 後年、フォイエルバッハの死を痛み、ネーニエを作曲している、イービゲネーアイ1877年、アカデミーの職を辞して、ベネテアに移住し、1880年に、そこで没した、ブラームスはその死を痛み、合唱と、還元楽からなる、ネーニエを作曲した。常に、フォイエルバッハに寄り添い、その経歴に、多大な貢献をしたマま母、ヘンリエッテ・フォイエルバッハは、 フォイエルバッハの死後、彼との書簡や自助伝風の手記を含んだ遺産と題する本を表した。この本は、フォイエルバッハの死後の評価を大いに高めた。フォイエルバッハは古典の知識に精通し、彼の描く人体は彫刻のような厳粛さとギリシャ芸術の素朴さを合わせ持っている。技術を軽視するのは危ういことであり、どんな高尚な構想でもそれを表現するには熟練した。 職人技が必要であって、ひどい色で描かれたギ画は決して思考の芸術には到達し得ないのだということを誰よりもよく知っていた。ブリタニカ百科事典、フォイエルバッハの作品はドイツの主要な公立美術館に収蔵されている、イーピゲネア2、ラベンナのダンテ、メディア、晩年の大作、音楽界など、その他の主要作品にアマゾネスの戦い、ピエタ、プラトンの共演、 オルフェウスとエウリディケ、フェラーラ庭園のアリオストがある。ありがとうございます。